どうも毎度、キックボクシング新宿スポーツジムの力也です。今回もこの、日本人に伝えたい、最強最速のムエタイ、ウィラサクレク会長の、本から、今日は肘打ちですね、ムエタイ、肘、もう肘なんか一発 KO というか、カットで終わっちゃいますからね、なかなか K1 とかじゃ、ライズとかでは反則ですけどね、肘打ちを解説してたんですけど、まずは、反対のとブロックする。ブロックしたらこの打つ体勢ができるんで、それでまずは水平に。で、その後、ちょっと肘も。やりましたね。ブロックした。水平に。ブロックして、肘。そんなことでやると、接近性になっちゃうんで、もう大変ですけどね。さっきは水平でしたね。縦肘はこう相手がガードしてるんで、このガードして横にやってもやっぱり入らないんで、この真ん中をでやると入りやすいと。で、当然相手も逆に狙ってきますね。それに対して今度パンチに対しては払って下に払って、ここから肘打ちというのが書いてあります。結構下まで払ってましたね、写真見ると。こっちも払ってパンチを払って肘打ち、結構相手のパンチに対してのこう肘打ちがいろいろ、いろいろっていうか、今ぐらいのが写真で解説してました。あとは首相撲に来たところをやっぱり払うとか、首にこう来るときこうねなってくれるんで、そこを切っていくと、当然接近戦なので一発で、カットなどできると思いますね。首相撲、肘打ち、あまり例がなかったけど、かなりポピュラーなんで覚えておくといいですね。そして、いろんなのがあって、相手の膝蹴り療法のとこの太ももをこう手でブロックして、そこからバック肘というのがこの例ではありましたね。いろいろ今のやつをやってみると、パンチは払ってたんですけど、うちだと、いろいろ、相手のガードを払って落ちたりとかもあれって言いますけど、あとは、さっきの、この、相手がこう、オーソドックスとして、こう、膝を打ってきたら、ここの部分に、難しい。というのが、例として書いてありました。これで一章、終わってて、写真で説明してたんで、あれなんですけどね、すぐ終わっちゃいますね。よければこれ、字が少ないんで、写真が多いんで、こういう感じであったんで、見てやるとよろしいんではないかと思います。じゃあ今日のところはちょっと短いですが、以上で。ではバイバイ。